北の駅は東京都八王子市内越町にある京王電鉄の駅である京王西館区所属駅番号は小33京王線と高尾線の分岐駅である近隣の地名から地名の由来は北の天馬車があることによる島式ホーム2面4線を有する高架駅でありすべての営業列車が停車する京王線の主要駅であるホームは3階 改札口及び、駅事務室は2階にある。京王線と高尾線は当駅の西側で、平面交差している。そのため、高尾線からの列車が入線中は、京王八王事業の列車は発車できない。高尾線下り列車は、全日早朝の1本及び夜間帯の数本が、交尾行為以外は、基本高尾山口事業である。高尾線内には、対比駅がないため、 当駅を発車した高尾山口行の列車は列車種別に関係なくそのまま高尾山口駅まで先に到着する。ほぼすべての列車が新宿京王八王子高尾山口間を直通して運転しているが車庫のある高畑不動始発終着の列車も比較的多い。ただ高尾線内の区間列車は早朝と深夜の数本のみである。また、当駅には 引き上げ線がないため、折り返し列車は4番線に入線し客扱い終了後、上り本線上まで入れ替えし、長沼駅寄りに設置されている片渡り線を用いて下り線へ転線し、京王八王子行、または高尾山口行となる。かつて平日日中に京王八王子発着の特急が運転されていた時期は高尾山口発着の確定と接続するために、 当駅京王八王子間の区間列車が多数設定されていた。バリアフリー対応昇降設備として、ホームと改札外を連絡するエスカレーターエレベーターと、改札外と地上部を連絡するエスカレーターエレベーターが設置されている。トイレは2階改札内にあり、ユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレを併設している。2008年春に改修工事が行われた。 2020年度の1日平均乗降人員は16,924人である。かつてはハイキングコースとなっていた野縁峠の玄関口であったが、周辺の宅地開発により乗降人員は年々増加を続けている。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通りである。駅周辺は 八王子市南部の島地であり、基本的には、新興住宅地である。京王バスの一般路線と八王子市、コミュニティバス、八バスが発着する。一般路線の詳細は、京王バス、南大沢営業所を参照。北口南口出店。ありがとうございます。